したエレナ、どこにいる？ちょっと待てよ。あの塔が何か重要なのか。うわ、またあいつらか。諦めろ、恩人。おう、最高。これは何だ？
って。嘘だろ。うわ。見つけた。あれ？よし。どこだエレナ。
新しいおもちゃ見っけ。スペインのものじゃない、イギリスのだ。おお、フレッチャー、私たちは偉大なる塔へ行く。君も来られることを祈る。フランシス・ドレイク、すごい、ここまで来たのか。だが何をしようとしてた。今回はそうついてねえぞ。あれがフランシス教の塔か。そ
なことしても無駄だ。エレナどこ行った？何を見てたんだ一体。ほう、これは見たことのある景色だな。はあ、船は港を出ていなかった。エレナ、おい、女がいたぞ。これ見ろ。うわ、マジか。私はあなたみたいな大物冒険家じゃないけど、そこにいて宝物は見つかるのかしら。どうしてこんなところに入ってるの？お前を助けようとして捕まったんだ。あら、優しいのね。伝統的な砂岩のレンガと漆喰、石灰モルタルね。おい、そんなことよくわかるな。私の番組第4回新世界の建造物、うん、この辺を引っ張ればいけるかもしれないわ。何？おい、ちょっと待ってて。何の邪魔すんじゃねえ、ボギー。この扉を今すぐ開けるってんだ。ああ、この声。よう、ネイト。エディラじゃ。そうか、お前か。しびれる地図じゃねえか。え、このフランシス教ってやつ、俺のご先祖様なんだぜ、多分な。バカも休み休み。へえ、仲良くしようじゃねえか。こうしようぜ。金の在りかを教えてくれたら、お前を生かしといてやる。なんだそれ。選択肢は今死ぬか、協力して後で死ぬかだ。迷うとこだが、それだったら今死ぬ方を選ぶ。さよな、このインチキハンターが。奴らは俺様にお宝の分け前を約束したんだ。なのに仲間が殺されてる。
今じゃ見張りなしじゃ自由に外も歩けやしねえ。このままじゃ印がつかねえんだよ。よく考えてみろ、いい提案じゃないか。二人で財宝を見つけて最後まで生き残った方がお宝をいただく。ついでにあの女もだ。女？ああエディ、あの女はいない。今頃は島を出て助けを呼んでる。お前も焼きが回ったな。てめえポーカーフェイスは苦手だろ。そんなもんすぐに見つけ出してやる。あんな小娘に何ができるってんだ。何してんの、早く。マリ、待て待てよ、やろう。やるな。どうも。おい誰だ、逃げたぞ。捕まって。奴らを逃がすじゃねえ。Yeah!
きの誰？昔のビジネス仲間。やべえ、大変、捕まって。ほら、手を掴んで。オッケー。よし、大丈夫か？もちろん。ちょっと待って、血が出てる。大したことないよ、とっととここを出よう。くそ、ダメ、動け。どこかへお出かけか？いや、エディ、てめえまさかマジで俺から逃げられると思ってんのか？ああ、まさか。ただレディに島を案内してあげようかと。うせえ。てめえも奴らの一味だろ。何？そうだ、この俺様を騙して宝を独り占めしようって魂胆だろ。ああ、もういや、何なのよあの男。エディ、少し落ち着け。てめえもここで運が尽きたんだ。見ろ、逃げ道もねえ。さあ、地図を渡せ。捕まってろ。分かったよ、負けた、認めるよ。おい、そこを動くなよ。落ち着けテディ、言われた通り地図を出してる。捕まってろって言っただろ。捕まってろ、早く地図を貸せ。おいおい、動くなって言ったくせに。お前がこっちに来て持ってけよ。ねえ、体幹。